ームです。読売ジャイアンツ対阪神タイガースの一戦です。解説は西俊久さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日の注目、なんといってもプロ初先発のルーキーのピッチングになるかと思われます。初めてのマウンドですから相当緊張もあると思うんですけれども、とにかく思い切って投げてもらいたい。投げましたね、まあ、そして彼はチャンスに強いバッターなんでね、非常に期待が持てると思いますね、その期待に応えてほしい岡本がバッターボックスです。さあまず1球目、初球変化球がいいところに決まりました。ここは相手バッテリーがゲッツーを狙ってきますから、ゴロを打たせるようなボールには注意したいですよね、そうですね。ここはつなげておきたかったんですけどね、このチャンスの間にね、なんとか得点につなげていきたいですね、そうですよね。さあそしてこのチャンスで打席には5番の中田が入っています。初球ボール球です。このカウントは狙い球を絞って打っていく感じでしょうね。なるほど、そうですか。打ちました。ジャイアンツ2者残塁です。ため息に包まれた東京ドーム、得点は奪えませんでした。残念ながらジャイアンツ敗れてしまいました。赤星さん、打線の奮起を期待したいところだったんですが、もう一息でしたね。そうですね、最後まで点差を縮めることができなかったのは残念でしたね。そうですね、次の戦いは打線の奮起に期待しましょう。勝ったタイガース、大きな今日は勝利になりました。一方のジャイアンツですが、残念ながら敗れてしまいました。ご覧のように今日のゲームはジャイアンツ敗れてしまいました。今日の解説は西俊久さん、赤星憲広さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。このあたりで東京ドームから失礼いたします。本日は最後までご観戦いただきまして誠にありがとうございました。